145丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番街線と IND コンコース線の駅である。マンハッタン区ハーレムとハミルトンハイツの145丁目と、セントニコラスアベニューの交差点に位置し、A 系統と D 系統が終日、B 系統が平日23時まで、C 系統が深夜を除く終日停車する。8番街線ホームコンコース線南行ホーム。 この駅は1932年9月10日にインディペンデントサブウェイシステムの初期区間の開業の際に i n d 8番街線のチェンバーズストリート駅ワシントンハイツ -207 町名機間の開通に合わせて開業した。開業時は IND コンコース線がまだ建設途中だったため上層階の8番街線ホームのみ開かれていたが 1933年7月1日にコンコース船が開通した際に仮想会も開業した。当駅は2010-2014またキャピタルプログラムの一環として2017年より改装が行われた。これは2015年に行われたまたの調査によって駅構築物の45%が老朽化していることが確認されたためである。上層会の IND8 番街線ホームは 島式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を合わせた2面4線の構造である。改札外は以前は駅の端から端までつながっていたが、現在は中心部が警察の区域として利用されている。仮想会の IND コンコース線ホームは、島式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を合わせた2面3線の構造である。なお、コンコース線北港ホームは、 ホーム横幅が他のホームの2倍で39フィートある。ホームにはエスカレーターがあり、滑走会から改札外まで進み上層階にはつながっていない。滑走会の中央の線路は夜間に当駅止まりの B 系統の折り返しに使用されるほか、朝夕ラッシュ時にはピーク方向に向かう D 系統が使用する。なお、土休日や深夜には使用されない。 駅の北側には八番街線北高観光線の横にオープンスペースがある。これは地下鉄建設の残りの部分でありなんだかの目的のために作られたわけではない。この部分は仮想会の線路がちょうど IND コンコース線へ入る部分にあたる。床には仮想を見ることができる穴が開いている。反対の駅の南側では135丁目駅を 通り125丁目駅の北まで三幅線となっている。内側2線が南北急行線、外側2線が南北観光線で、急行線と観光線に挟まれた2線は、留置線などとして用いられている。この区間は大量の信号機と分岐器があるため、ホームボールアレーというニックネームが付けられている。終日開いている改札口は、南の145丁目側に、 一部時間帯のみ、開いている改札口は北の147丁目側にある。ありがとうございます。